産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん。こんにちは、倉石真帆です。木村雅子です。今回はシャキッとパリッときゅうりの春巻きを作りたいと思います。生春巻きにきゅうりは入るんですが、今回揚げちゃうんですね。はい、今回はきゅうりのみずみずしさとシャキシャキ食感を揚げ物で味わいたいと思います。6月の食材は藤沢さんのきゅうりを使います。今回はきゅうりを揚げ物に使います。材料4人分はご覧の通りとなります。それではまず食材を切っていきます。まずきゅうりですね。はい、きゅうりは千切りにしていきます。乾燥きくらげはあらかじめ水で戻しておきます。きくらげもコリコリ食感が残るように少し大きめの千切りにしていきます。はい、豚肉は食べやすい大きさに切り分けます。醤油とお酒が入ります。よくなじませて5分程度漬け置きします。次に豚肉とキクラゲを炒めていきます。はい、フライパンにごま油を入れます。はい、豚肉に火が通るまで炒めます。次にキクラゲを入れていきます。はい、これ全部入るんですね。はい、最後に塩ひとつまみを加え味を整えます。次に春巻きを巻いていきます。はい、どのように置いていけばいいですか。まず皮をひし形に置いて具材を置いていきます。はい、きゅうりの水分が出ないようにしっかりと巻いていきます。水で溶いた小麦粉をのりとして塗っていきます。両端につけてですね。はい、それでは春巻きを揚げていきます。はい、油は180度の温度ですね。はい、全体がきつね色になるまで2分程度揚げ、出来上がりは半分にカットします。これでシャキッとパリッときゅうりの春巻きの完成です。普段は副菜になることが多いきゅうりをメインのおかずに作りました。たくさん作っておけばお弁当のおかずにもなりますね。はい、それでは完成したお料理をいただきます。油で揚げているのできゅうりがもっとしなっとしているのかなと思ったんですが、みずみずしさが残ってますね。はい、ごま油で炒めているので中華風味も出ている、しっかりとした春巻きとなっています。きゅうりときくらげの食感も楽しい一品、お試しください。